スが入る、大迫、前から止めた、まずは相手じゃなくて自分たちが準備してきたプランをしっかりとやる。で、がむしゃらにね、ゴールを目指す。前、ゴールへプレーする。で、自分たちのサッカーをする。で、勝つ。OK、行こう。ゴール。そして、レッセル神戸サポーターの皆さん、本日はようこそ札幌ドームへ。じゃあ5秒前、4、3。天皇杯から中2日で北海道への長距離移動でした。チームコンディションいかがでしょうか。まあ、勝って乗り込めてるので、状態としてはいいかなと思ってます。 J1 リーグも折り返しを過ぎました。首位の町田とは勝ち点6差、今の状況はどのように分析されていますか。まあ、あまりこう首位との勝ち点を気にするのではなく、まずは目の前の試合に勝っていく、それだけです。武藤選手ご自身もこのところ得点によく絡む活躍をしていらっしゃいますが、今コンディションはいかがでしょうか。そうですね、コンディションは、かなり出来上がっていると思いますし、チームとしても、一人一人が、しっかり自覚を持って、素晴らしい、パフォーマンスができているので、引き続きパフォーマンスを落とさないように、コンディション維持もにも努めていきたいなと思います。
行こう。山内がクロスを入れて低いボール逆サイド、広瀬が入ってきました。広瀬がクロスを入れて中、大迫の向こう側折り返す、山内、大迫クロスに対してのボックスに入る枚数も、ね、はい、多いですね。青木が右足でいった決まった。ご覧の通り前期は1対0で北海道コスモスのマーリングです。入れて武藤がうまく胸で収めて佐々木に当てる、クロスが入る、大迫、神戸同点1対1。完璧でしたね大迫、今シーズン7戦目、まあ、佐々木の交代が当たりましたよね。やっぱり空中戦も強いんですけど、はい、ここでサイドに流れてのクロスの入れ方も良かったですし、はい、この武藤の収め方も良かったですよ ね、まあ、前半にはそれをなかった深い位置までね、本当にとかけていけましたよね。
あ、ナイスボールだ。はい、大木原からの左へ広瀬、広瀬がクロスを入れて、後ろから佐々木、武藤、ハッセン、湧き出てきますね。はい、本当そうですね。ババ、あ、いいですね。左、菅に出た、裏のスペース、菅がペナルティーエリアの中に入って左足シュート、ゴールキーパー前川よく出ました。反対サイド、菅もいますが、その菅の前、胸で落として切り返す、上は鳴った BK だ。前川止めた、鈴木武蔵ここでも入らない。次絶対3取る、みんなでもう一回這い上がっていこう。 OK、 お疲れです。